バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイのようこもちょっと声がカピカピしておりますが、なんと明日は嬉しいアコースティックライブということでございましてね、こんな歌声でシンガーソングライター大丈夫なのでしょうか。こんな歌メロディー歌ってるけどお前大丈夫かというねご心配の声もちらほら今夜はお聞きできそうでございますが、最後まで一緒にイチャイチャとお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。明日はね、鹿児島の一番の繁華街天文館という場所がございまして、そちらの新しいシンボルとなっておりますセンテラス天文館にて、私陽子はアコースティックライブを2ステージ、そして私の大好きな地元志布志市にあります若潮酒造様は振る舞い酒を焼酎をなさりまして、文字止め声優様は美容のねオイルを含め販売、そして今のところねワイズファクトリーよりマイマイと、私もね CM でご一緒させていただいたとってもねヘルシーな、ね、企業様がございまして、そちらでは今回はパンの販売を計画されているということでございます。ぜひ大事な方とね、明日夕方4時30分から夜8時までの開催です。場所はセンテラス天文館の大きなビジョンがあるところで、陽子もお待ちしておりますので、ギター石井とピアノ北園真由美さんと3人のアコースティックライブ楽しみにいらしてください。できればお酒が飲める形でね遊びにいらしていただくと、もっともっと花金楽しいと思います。お願いいたします。そんな明日そして明後日は鹿児島を代表する神社照国神社の6月堂も開催です。私今年もね丁寧にご丁寧にお手紙いただきました。去年は灯籠だけでの6月堂の開催、今年は少し出店をまた花火も上がる予定ではございますが、ステージの方は控えさせていただく運びとなりましたとねメッセージいただきありがとうございました。ということはよ、照国神社の6月堂も明日明後日いつもみたいに皆さん感染症対策をしながら、そして例年通りの素敵な華やかな時間が流れるのではないでしょうか。そういうね素敵な6月堂をイメージして歌詞を書きました。1曲目お聴きください。ようこでサイ。
お聴きいただきました曲は陽子でサイでした。この曲をね、いつもねこの時期に流す機会を与えていただいてまして、もうかれこれ5年目ですね。5年目もう6年目かな。いや5年目かな。うん、やっぱりさ、こう自分がいろいろね歌詞を気持ちを込めて作っておりますのでね、この時期が来たらこれを聴いてほしい、この時期はこれかなってね、やっぱこだわってね流し続けていきたい。そしてこれからはね、ちょっと一掃するくらいね新しい曲増やしたいなと思ってるんですけれども、お、あっという間にクラウドファンディング、そう、陽子の、ね、いつもは陽子の自分の曲を流させていただいておりますが、陽子11月くらいからはねカバー曲も流すことができちゃいますよ。今月末で締め切ります。陽子の初のカバーアルバムスターズをリリースしたい、皆様の前にお届けしたいと、皆様のお手元にですねお届けしたいという思いで、カバーアルバムの制作費をね捻出するためのクラウドファンディング開催しております。 yokojapan.com でホームページもご覧いただけますし、各 SNS はYOKO陽子鹿児島で検索いただきますといろんなものがヒットいたします。ですのでそちらより、あ、こういう風にクラウドファンディングしてるのねとね、ご覧いただけましたら幸いです。またご支援していただけますととても嬉しいです。目標金額200万円なんです。だいぶね道のり遠いなと思って進めましたが、これからのね2週間は営業月間、営業週間となりますので、皆さんまた陽子からメッセージ来たよっていう感じでねお付き合いいただけると嬉しいです。お願いします。ではね、ちょっと最初の方にねいろんな情報をお伝えしましたが、先週の皆さん覚えてます？陽子がお店を出したらっていう企画でございます。そう、バーバニラスカイみたいなことを言ってたら、なんと明日ね開催のイベント名がバニラスカイフェスとなりました。バニラスカイというのはね、もともと朝焼けや夕焼け、よくね台風の時とかピンクがかってねすっごく綺麗な空が出るんです。そこのね、まあ、人々が魅了される空、台風の後はね SNS によくねそのピンクがかったバニラスカイの空がアップされていましたので、あ、私もこう無条件にね皆さんが顔を上げて空をね見上げてね、わあ綺麗だなとか、よし頑張ろうって思えるような、そういう音時間を発信できたらなという思いで、バニラスカイというね屋号を持ちまして、バニラスカイミュージックというね音楽屋さんの代表を務めさせていただいております。そういうねいろんな気持ちを込めたバニラスカイというワードを、明日のイベントでもねバニラスカイフェスという風に使っていただけてとても嬉しいです。またねこのセンテラス天文館は数年前までタカプラというね鹿児島をシンボル、鹿児島のねシンボルね、そうそう、もう象徴する女子がね通うようなね素敵なテナントが入ったお店が建っていたんですね。そちらがセンテラス天文館になりまして、いろんな方がね足を運ばれておりますよ。ちっちゃい子から男性の方もね、そして私たちのだいぶ先輩方までね、楽しく毎日足を運ばれている姿を見て、あー素敵だなーとねなお思っております。まあね、そういうね思いがこもったことをねいっぱい紡いで、私もイベント出演だったり企画させていただいたりするんですけれども、陽子もしお店持つならっていうのでねお話ししております。そうね、陽子お店持ったらね、週に1回はちょっと着物なんか着てみてね、まあ、着物を着ると汚しちゃうじゃんと思うかもしれませんが、まあ、気軽に着れるお着物もね、私着物オードさんのね、そうお仕事でねモデルをさせていただいたご縁で、洗える着物も持っております。なのでちょっとおかみさん風にしてみたり、白シャツに黒のねそのエプロン、なんて言うんだっけ、まあありますよ、ね、腰巻きしてさ、いやそれもちょっと色っぽく、エロっぽくいやそういう制服もいいでしょうし、 T シャツでちょっと居酒屋さん風な可愛い感じもいいでしょう。月に1回ぐらいメイドカフェみたいな、どうでしょう誰も募集
あ、募集じゃないよ、もうちょっと自分で言っときながらドギマギしちゃいましたね。誰もねそんなね期待してないと。まあ後ほどねギタリストのイシーも登場予定ですので、イシーはどんなコスチュームで演奏してくれるかなとね聞きたいと思いますね。まあまあそれはともかくね、まあヨーコがねお見せするには絶対ねライブ必要ですよね。そうそう、ライブとそして楽しい時間は音楽ありきなんですけれども、とはいえねイベントとかもねいろいろしてみたいですよね。うん、ハロウィンの時期にはコスプレイベントとか SNS 使ってねグランプリとか作ってさ、でさその方にはまあお店からのなんかプレゼントがあっても面白いでしょうし、でヨコがさお店を開ける時には名物スタッフを雇わないといけないわけですよ。名物スタッフっていきなりお店のカラーをねハードルを上げておりますが、まあさだってそうじゃん、シンガーソングライターのヨコがね営んでるお店です、普通に可愛い子じゃんね、かっこいい人、まあ、それはね普通じゃん、まあ、スタッフさんよスタッフさん、まあ、それは普通なんで、あこの人に会ったらめちゃくちゃハッピーになるなみたいなね、おじちゃんとかなぜおじちゃんとか言っちゃったんだろう、まあ、先輩とかね、そうそう、あこの子めっちゃハッピーな女の子だなって、ハッピー女子とかね、そう横以上にねお店を盛り上げてくれる人も募集してます。まだねちょっとオープンは先ですけれども、というかオープンするために今作戦会議をラジオで皆さんとしてますからね、ぜひ皆さんのねメッセージやリクエストのついで、いやもしくはメインのメッセージとして、あヨコのお店こういうのだおみたいなね募集してますんで、よろしくお願いいたします。お昼間はね子連れで、特に赤ちゃん、あ赤ちゃんのさイベントとかもいいよね、ちっちゃい子たちのイベントとかもいいな。やっぱりさ天文館っていろんな職種の方が近くにお住まいですから、お昼ね出勤前のお姉さんがお店にね出勤前とかね、まあこう子供と何か一緒にね遊びたいな集いたいなっていう場所にランチをしながらね気軽に足運べる場所とかになるとね、またネットワークが広がってお母さんたちも一人じゃないなとか、今ねパパの主婦さんもいらっしゃいますから、パパたちも一人ではないなという感じで、お昼はそうやって家族で集える場所、夕方とかはレッスンとかしてね、うん、音楽次の世代のね磨きやったり、趣味もっともっと頑張ってね人前でプレイしていきたいからっていう思いやったり、そういう方々のね力になれるような場所になって、夜は皆さんと一緒にお酒を片手に音時間楽しめる場所になったらなとか思いますね。あいつになったらスタートできるかな、皆さんも私以上にぜひぜひアドバイスいただきながら楽しみにしていただける企画になったらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。今日はですね、なんか夢がねすごいね変な夢見たんですよ。もうね朝起きたら疲れちゃったの、もう久々に。その時にね、あーライブでこの曲歌ってタオルフリフリして元気になりたいなって思うんです。それではお聴きください。夏といえばこの曲、ヨーコでラブ。
きいただきました曲は陽子でラブでした。そうそう、今夜のね3曲目、もう最後の曲なんですけれども、続いてねお伝えしたいなと、お届けしたいなと思います。夢がねやっぱりね、あーしんどい、こんな夢見たらみたいな。で起きた時にまあ中身は覚えてないから幸せではあるんですけれどもね、その時によくね無性にねこの曲ちょっとね右手を掲げて歌いたくなるんです。朝から歌ったらちょっと危ない人ではございますが、まあ、すっきりしたいっていう意味でしょうね。それでは今夜の最後の曲お聴きください。陽子でライフ。曲は陽子でライフでした。バニラスカイは皆様のメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛にお願いいたします。今夜のゲストっぽいゲスト、今夜もですねサウンドプロデュースでお世話になっているギタリスト石井。石井です。こんばんは。こんばんは。こんばんは。石井さん、はい、すっかり夏ですが、うん、明日楽しみですね。楽しみですね。久しぶりですね。久しぶりです、アコースティックライブ、ね、あ、最近まゆみさんとは多かったけど石井さんと何ヶ月ぶり、うん、今年初かもしれないです。あら、あらららら、あら、今年初ですよ皆さん。陽子でなく石井を見に来てください。はいいいのかそれサウンドプロデューサー、アコースティックで、うん、ええ、
全部やりますね。そうですね、アコースティックとピアノと、うんうんうん、いい感じになりそうですね。暑いけど。そうですね、明日ねちょっと小雨っぽいんですよ。あら、で鹿児島、うん、今週ずっと雨みたいな天気予報だったのに、あら、そうなんですね、毎日晴れてましたよ、うんうん、晴れてました ねだから明日も晴れるだろうと思ってますけど、うんうん、とにかく、まあ、屋根もありますし。そうですね、うん、あ、石井さん一つお願いがあります。はい、振る舞い酒終わるまで飲まないでくださいね。飲みませんよ演奏中は。僕は目がなんかニコニコしてますよ皆さん皆さん、あの、おいしい、いいギター弾いてるね、一杯どうなんてね、終わってからにしてください。そうです途中で言わないでください途中でね、あれ、ワンステージ目5時半のねステージは医師いたのに、7時からのステージ医師観客席にいるみたいな仕事してってなりますからね。歌っちゃったりしていいですねいやー、いつもここ下手くそなんだよ、俺が歌うとかね明日はなんか何かと見物なのでね、夕方5時30分そして夜7時ね、この2ステージでございますが、医師が本当にちゃんと演奏してくれるのか、よーこまた医師何か怒らせたんじゃないかみたいなね、もうラジオでは来週言いませんよ、言えないことが起こるかもしれませんので、うん、ぜひ足運んでいただいて ね、 ですね、そうそう、私たちの音時間に会いに来てくださったら嬉しいです、うん、もう楽しみですよ、楽しみでしょうがないです、うんうん、演奏する方もそうですね、うん、だからね、うんうん、お客さんも暑いかもしれないですが、うん、そうなんです、振る舞い酒をいただきながら、そうやね、そうですね、うん、楽しく見ていただければ、うん、そうそうそう、うん、それかさ、石井さん、明日衣装何にしようかなと思った時に、はい、まあ、ちょっといろんな準備とかもあるから本当はね、うん、照国神社に合わせて浴衣もいいと思ったんですけど、うんうんうん、ちょっとね無理だと、うんうん、で汗びっちょりだから、お客様にお会いする時袖がね汗まみれになってそうでさ、ようこびっちゃびちゃみたいな、あ、びっちゃびちゃになりますよ汗いやですよね、普通に歩いてでもね、そうそう、すごい汗ばみますからね。ね、明日は石井さんは、まあ、派手なシャツを着るでしょう。私はタンクトップノースリーブとか着たいけど、うん、もう二の腕やばいなと思って、うん、なので、まあ、長袖かなみたいな。何でも大丈夫ですよ適当まあでも明日もね衣装は、うん、陽子っぽいもの、石っぽいもの、まゆみさんっぽいものをね着てね、3人仲良く音時間をお届けしたいと思うので、ぜひ受け止めにいらしてください。お願いいたします。お願いします、はい、ではクラウドファンディングの方も残りね2週間切りますのでね、もう着々とね今からガッと追い上げたいなと思っております、うんうんうん、そうですね、わざとね今まで営業してなかったので、これからちゃんと、はい、営業しますんで、皆さんいいのを作りましょうね。そうなの、ぜひお力添えよろしくお願いいたします、はい、お願いいたします。それでは皆さん、めちゃくちゃハッピーな1週間をお過ごしくださいね。石井さんもですよ。はい、はい、ではありがとうございます、うん、それでは皆さん一緒にせーの、バイバイハッピー。